今日のマーティ君。マーティすごかったね、君ね。素晴らしい排泄物の量でしたね。はいはいはい、よかったよかった。はいよ、元気なんだね、マーティね。よかったね。待てよ、食べ物じゃない、マーティ、食べ物じゃなかったです、カメラです、これは。ごめんね、びっくりした。はい、じゃあ今日の本編いきましょう、マーティ君。はい、こんにちは、マヤチャンネルマヤハルです。はい、今日はこちらですね、コケレゴマインクラフトのザ・チキン・クープです。はい、ということでレゴマインクラフト2018年新シリーズの第2回目ですね、うん、ザ・チキン・クープ、鶏小屋だね、うん、はい、それでちょっとこのレゴを作る前に告知があるんですけれども、うん、これまでマヤチャンネルの動画はですね、夕方5時ぐらいにね、平日は公開してたんですけれども、うん、ちょっと夜7時に変更してみたいなと思います、うん、ちょっとだけ実験させてください。はい、はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらが鶏小屋ですね、うん、あの思いっきり鶏の大きなオブジェっていう、そうだね、家がありますね、うん、でここに鶏がいますね。あ、卵がある。そうそう、卵ね、うん、それと羽を広げてる鶏がこの水のところで遊んでます、うん、それとここにね、子供鶏がいます。おー、赤ちゃん鶏っていうか、うん、これから出たばっかりの、ね、そうそうそう。でここにアレックスね、オオカミ、おお、それと鶏の旗がありますね。すごい。でここにかまどがあるんだけど、このかまどね、あの火が出てるの、うんうん、ちゃんと何か焼いてるんだろうね。なるほど、うん、これ初めて見た。このね、鶏小屋の後ろにこれね、チェストがあるんだね。本当だ。これちょっと取るよ、うん、あ、取れた。これは焼き鳥だね。いいね、フライドチキンとあと骨、あら、それと羽が入ってますね、うん。はい、ミニフィグでついたアレックスはこんな感じだね、うん、石の斧を持ってるね、うん、で左手にはあの種、ああ、種を持ってますね。鶏繁殖するのにね、種必要だからね、うん、はい、そしてこちらがオオカミですね、うん、オオカミは前出てたよね。そうだね、うん、久しぶりかな。でもここは青いやつですね。本当だ。でこの鶏小屋、この上が取れるようになってますね。あ、顔が取れた、はい、でここにね、卵入ってる。あ、本当だ、卵ね、うん、この尻尾みたいな後ろに、ね、引き出しがあるんだけど、これを引っ張ります。あ、落ちた。そうそう、落ちるの落ちるけど、ちょっと今勢いありすぎて落ちた。本当はチェストの中に入る。そうそうそう、そう、あ、入った入った。なるほど、うん、こういうマシンってことかな。これ尾っぽみたいになったでしょ、うんうん、これでチェストの中に卵が入ったわけだね、うん、まあホッパーみたいな役割かな、これ。そうだね。はあ、無事に鶏小屋できた。なかなかよくできたでしょ、マーティ。鶏さんたちも元気に過ごしてるわ。キャー、アレックス。どうしたのかしら。アレックス。どうしたの、スティーブ。装備全然ないじゃない。ゼノスしちゃったんだよ。そんなことより早く逃げなきゃ。なんてことでしょう。ガストがこっちの世界に来ちゃった。ごめん。ボーン。なんてことでしょう。私がせっかく作ったニワトリ小屋がもう絶対に許せない。うわぁ、この野郎、もう許せないわ。やったね、アレックス。やっぱ女の人って強いな。なんですって。余計なこと言わない。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・チキン・クープでした。はい、ということで今日の動画が面白かった、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画この辺に出てますのでぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録はこの辺からよろしくね。ということでまだねレゴマインクラフトシリーズありますので楽しみにしててください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。